続いてまた詩の朗読をお願いしたいなと思っております。次の曲は松任谷由実さんが作りました春よ来いという曲を演奏したいと思います。この春よ来いというのはNHK の連続テレビ小説で朝の8時15分から当時ですね、ちょうど1994年から95年にかけて94年の秋から95年の秋まで夏の終わりまでね放映されたんですけど、ご存じない方の方が多いかと思いますが、ちょうど私が日本フィルハーモニー交響楽団にその頃は在籍しておりまして、北海道教育大学でその岡野先生が高校であるから来ないかどうかというような人生の別れの時でしたね。その、秋口になると8時15分になるとこの曲がかかり、それで年が明けると阪神大震災があり、そしてオウムの震災災事件があり、で3月末にその、家族で引っ越して東京に来るという非常に札幌だと思います、札幌に戻りたかったですね札幌に来るというその、時にいつもこの曲がかかっておりました。で札幌に来ても最初暇でしたので、こう毎朝ちゃんと起きて、春の声を聞いて過ごしておりました。それからその年っていうのは実はその1995年の7月は奥美和君が東京立川で交通事故に遭ってお亡くなりになったという年なんですね。で、その年にこの素晴らしい歌が流れてたなというのを思いまして、今日は実はこの曲を演奏したいなというふうに思っております。それから、続けてまた歌詞を奥井さんの方に朗読してもらおうと思いますが、あれですね、東日本震災の大震災 の復興ソングということで NHK でよくかかっておりました花は咲くという曲です。これテレビでいろんな人が歌われて連作のようにして、そうですね、それがいつも一緒に残ってましたので、まだコロナのこともいろんなことが続いておりますけれど、それを、復興を願ってこの2曲をまた奥井さんに詩を朗読していただいてから演奏したいと思います。2曲続けて演奏いたしますので、お聴きください。よろしくお願いします。春よ来い、マストレイ。淡き光立つ、にわか雨。愛し面影の沈丁弦。あふるる涙のつぼみから、一つ一つ香り始める。それは、それは空を越えて、やがて、やがて、迎えに来る。春よ、冬季春よ。まぶた閉じればそこに、愛をくれし、君の懐かしき声がする。君に預けし我が心は今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっとずっと待っています。それはそれは明日を超えていつかいつかきっと届く。春よ、まだ見ぬ春。迷い立ち止まる時、夢をくれし君の眼差しが肩を抱く。夢よ、朝日夢よ、私はここにいます。君を思いながら一人歩いています。流れる雨のごとく、流れる花のごとく。春よ、冬季春よ。まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がする。春よ、まだ見ぬ春。迷い立ち止まる時、夢をくれし君の眼差しが
花は咲く岩井俊二。真っ白な雪道に春風香る。私は懐かしいあの街を思い出す。叶えたい夢もあった。変わりたい自分もいた。今はただ懐かしいあの人を思い出す。誰かの歌が聞こえる。誰かを励ましてる。誰かの笑顔が見える。悲しみの向こう側に。花は花は花はさ、いつか生まれる君に。花は花は花は咲く。私は何を残したんだろう。